こんにちは、えー、平田フットボールクラブでございますさあ、この時間はですね、J2 の第30節、もう30節まで、えー、来ておりますが8月の12、8月の13の、えー、ゲームというのを紹介していきたいなと思っております土曜日に1、2、3、4、5、6か、6試合あると いうことで、ね、日曜に5試合ということになっておりますが、じゃ、上から見ていきたいと思いますね。えー、まずは、えー、水戸と長崎のゲームと、えー、いうことになります。えー、水戸も長崎も、前節は、えー、ともに0対0と、いうところ。えー、まあ、ゴール前のシーンを、まあ、もうちょっと、こう増やして、どちらも。だから、自分たちの時間というのは、本当に、えー、あるんですけれども、そこから、こう、ネットを揺らすシーンを。何とか作り出したいと、えー、いうことになってくると、えー、思いますが、水戸は本当に。 ツートップ、まあ、安藤選手が出ても草野選手が出ても、えー、寺沼選手が出ても梅田選手が出ても誰が出ても持ち味は出してるなという感じがするんですが、えー、このゲームではどういう組み合わせを持ってくるのかその辺りもちょっと見ていきたいなと思っております。さあそして今今、えー、今節今節というかう今期のの J2 中でも非常に重要な ゲームがやってきたと、いうところで、ええ、一 F. C. 町田ゼルビアと。二ジュビロ磐田の直接対決と、いうことになります。ええー、町田が勝ち点六十、そして、まあ、一試合まだ勝負は少ない状況ですが。そして、二ジュビロ磐田勝ち点五十四。ええ、町田は二連勝中、そしてジュビロ磐田は二連勝ですが。プラス十一戦負けなしと。いうことになりますが。多分、町田がプレッシャーまあまあ。 前かかからプレスをかけていいくんじゃないかなただジュビロも慌てませんよというだから町田からしたらちょっと慌てさせたい部分もあるでしょうけどもでその辺りプレスがかからないとなると町田がまだどの辺りにブロックを作っていくのかで岩田がどのようにしてこ90分の中でいかに町田を揺さぶっていくのかその辺りはちょっと見ていきたいなと思いますし、えー、町田の方はやっぱエリキ選手がまあ一瞬の隙でも逃さないスピードがありますので。 ジュビロ、磐田はやっぱりこのディフェンス陣はこのエレキ選手を止めるために90分の集中力が必要になってくるかなと思いますそしてジュビロ、磐田の左サイドには松原選手町田の方には右サイドは鈴木純也選手その前にバスケス・バイロン選手ここのマッチアップもかなり熱くなってくると思いますしゴールキーパーポープ・ユィリアム選手三浦龍稀選手これどちらのキーパーもいいというところで見どころたくさんかなと思っておりますのでぜひ えー、このゲームご覧いただきたいと思いますしそして、えー、このゲーム、えー、私もちょっとイベントに呼んでいただいておりますので、えー、そちらもやっと現地で見れるので嬉しいなというところもありますがこれがですね8月の12日町田と岩田なんですが「町田成城祭青い城の祭かあり」と書きまして「成城祭」 えー、町田で一番大きな夏祭りになるという、えー、ビジョンをですね、えー、夏祭りイベントをずっと行ってるということなんですけども今年もやりますぜというところでちょっと町田の方はこのゲーム盛り上げていきますよということなので、えー、皆さんぜひスタジアムの方に、えー、よかったら足を運んでいただきたいなと、えー、私も言っております、えー、私8月14日誕生日なんで「えー、誕生日おめでとう」って言っていただくとちょっと嬉しいですけどもまあもう55歳なんで。 誕生日もクソもあるかいっていう話もありますが、えーまあ、いろんなイベント等々ありましてなんか夏祭りの雰囲気が味わえるなんか、えー、スーパーボールすくいヨーヨー釣り射的とかあるらしいですしハーフタイムには、えー、花火が。 えー、上がるそうですしこれ夏楽しなんかツ味わえるなという感じしますし成城、えー、祭 T シャツが先着8,000名様に、えー、プレゼントされるということなんで、えー、これ T シャツももらえるので皆さんぜひ、えー、スタジアムの方になんと、えー、今年は青森のねぶた祭りで実際に出陣したねぶたの一部がゼルビーランドにも出陣します。 ななかなかあの東北、で夏、祭り結構いろいろありますから見に行きたくても行けない方はこちらで見れるというところもありますのでまあゲーム的にもめちゃくちゃ楽しみなんでえぜひこちらの方ですねえ町田の方にも皆さんえ足を運んでい,きたいただきたいなと思っておりますのでえまあ行けないなという方は、ダゾンでこの町田、岩田楽しんでいただきたいと思います。 さあ、えー、3位清水ですがこちらは16位山口を迎えてのゲームということになります。清水は現在、えー、7負けなしで山口は、えー、前節は引き分けでしたけれども3五二で非常にアグレッシブな戦いを見せます。 で、えー、前回対戦は10節山口ホームの時は0対6でエスパルス勝ってます。山口がこのエスパルスホームのゲームで前節同様にアグレッシブな感じで行くのかどうなのか。 もしそうなるとちょっと点の取り合いみたいな感じになる可能性もありますというところですがちょっと山口の出方をえちょっと楽しみにしたいなという感じがいたしております。まだ僕これは報道レベルですがえ前節ゴールを決めましたエスパルス鈴木唯人選手がえ戻ってきたのにまたまた海外に行っちゃうんじゃないかみたいな報道がえブロンビーでしたっけ に行くよみたいな話も出ておりましたがこれもうどうなるのかなという感じがいたしておりますがえその辺りもちょっと注目していきたいなと思っておりますさあこれは順位近い者同士の対決でえ調子を上げてきておりますよというところのえ9位山形と10位千葉これ面白いんじゃないかなと思っております。山形はは現現在在3連勝え千葉の方5負けなしと いうところでどちらも自分たちの時間が作れますで自分たちのペースの時間もありますそこでいかに決めきれるかというのとどちらもここ最近この途中交代で入った選手が活躍するというところもこの好調に生きているのかなというところではこの交代カードの活躍も鍵かなという感じがいたしますがプレーオフ圏内がちょっと見えてきたこの山形と千葉。 これも面白いんじゃないかなと思っております、えー、千葉の方は高橋一世選手と田口選手が出場停止というところもありますが、えー、どんなゲームになっていくのか非常になんかアグレッシブな,、えー、なんかすごくこう動きそうなゲームになるのかなと、えー、思っておりますさあそして杖原金沢の方は、えー、14位ロアスト熊本を迎えてのゲームということになります金沢の方は、えー、まあボランチの位置で活躍しております梶浦選手が出場停止ということになっておりますが、えー、熊本ペースでボールを動くようなそんなゲームになってくると思う 思うんですが、えー、そうやって人数かけてボールを動かせば動かすほど金沢が狙うスペースも出てきてくるのかなという感じがいたします熊本の手数金沢の手数この手数のその攻撃の手数は違うと思うんですけどもどちらがそれでゴールに迫っていけるのかというところは見ていきたいなと思っておりますし金沢は前節の勝利をここでもつなげたいというところもありますし熊本は現在8000勝利がありませんというところで、えー、久々に勝ち点勝ち星が欲しいという えそんなゲームになってくると思います。 さあ7位大分トリニータですが12位藤枝マイ f c を迎えてのゲームということになりますがえ大分の方は現在3戦勝利がありません藤枝の方は現在5戦勝利がありませんというところでなんとかこう早く勝ち星をえ勝ち点3を奪って流れをシーズンの流れをもう一度いい方に持っていきたい両チームの戦いかなという感じがいたします。前前見てててままますと藤枝結構かからどんどんんプレッシャーーをかけていってそのままゴールに迫っ ってていくような形も見せてましたがそこで大分が奪われずに自分たちの流れに持っていくかそう大分は前節山口戦では結構後ろからロングボールでそれで相手のディフェンスラインの裏を取るというような攻撃も見せてましたのでもしかすると大分がちょっとカウンター気味でチャンスを作るようなそんなシーンも生まれるのかなと思っておりますが大分・藤枝も結構楽しみなゲームの一つかなと私は思っております。 さあブラブリッツ秋田ですが4位東京ベルディを迎えてのゲームと、えー、いうことになりますこの、まあ、秋田もしっかりと守備をしながらコースばく縦に攻撃するというような形もありますが、えー、前節ベルディエスパルスに敗れましたが、えーエスえー、ベルディの守備も全然悪くなかったですね、えー、そ,のそしてその守備から攻撃への流れも非常に良かったですがどちらもその攻撃に入ったところで、えー、いかに点が取れるかというところになってくると思います。 本当にこう一点勝負のような、えー、そんな展開になっていく可能性もあるのかなという秋田ヴェルディ結構スリリングなゲームになっていく感じがいたします。 さあいわきですが甲府、えー、を迎えてのゲームと、えー、いうことになりますが、えー、前節の長崎戦を見ていても、えー、いわきが攻撃に入った時にちょっと思い切って攻撃に入っていくような厚みを加えるような、えー、そんな流れが見えますここ最近。ということはだからこその甲府のカウンターが出る可能性が十分秘めてるのかなという感じがいたしますが甲府、えー、の方は現在2連敗中というところでなんとかこの連敗を早く止めたいという いうゲームになってくると思いますが、えー、いわきも本当にどんどんこう変化から進化しているこのいわきという感じがいたしますがこのいわきと交付というゲームも注目の一つになってくると思いますさあそして15位ベガルタ仙台ですが、えー、ザスパ草津群馬を迎えてのゲームということになります、えー、仙台の方は10戦勝利がないということになりますがディフェンスライン姿選手が出場停止群馬の方は逆に9戦負けがないと えーいうところでは、えー、群馬やっぱ前節見てても守備も非常にいいでそこから粘って粘って自分たちの攻撃に持っていくというところがありますが、えー、仙台の方はなんとかホームで自分たちの流れに早めに点を取ってこのスタジアムの空気感も、えー、いい空気に持っていく流れにしたいというところになってくると思います。えー、前説見ててまますと群馬の左サイドにベルディか入しした杉本隆二選手ががいましてここがかなり仕掛けている 行くなという感じがいたしますが、えー、仙台の右サイドにはマセ選手がいますというところでこのマッチアップは結構面白くなるんじゃないかなと、えー、私は思っておりますさあそして19位と21位の対決、えー、栃木と徳島と ということになります、えー、栃木が勝ち点31徳島の方は勝ち点29というところで本当に勝ち点3がどちらも欲しいゲームになってくるというところになってくると思います栃木は前節プレス前半非常に良かったなというところになってくると思いますが、えー、栃木のそのプレスをいかに買いって徳島は2、えー、トップにいい形でボールを入れ込んでいけるかというところになってくると思いますただ徳島の方は現在9戦勝利がありませんというところでなんとか 徳島の方も徳島はも本当に場面場面ではいい形を作っているというところはありますがそこを勝ち点3につなげたいというゲームになってくると思います。さあそしてラストですが 22位ですが調子を上げております大宮アルディージャと11位はジアの岡山とのゲームということになります現在大宮の方は4戦負けなしの2連勝中ということになりますがホーム連戦というところでそのいい流れをどんどんつなげていきたいということになってくると思います岡山は本当にいい時間帯十分あるというところですが現在2連敗中というところでこの連敗を早く止めたい というところになりますどちらも多分耐える時間も必要になってくるかなというところでありますが耐えていかに自分たちのいい流れに持っていくのかそして前線には大宮にはシュビル族選手もいますし岡山の方には桜川ソロモン選手がいますがそこでためを作って自分たちの時間をできるだけ長く長く持っていきたいゲームになってくるのかなという感じがいたしております。いずれにせよ今節は1位とと直接対決町田と岩田 えー、楽しみなゲーム、これ、岩田が勝つとまたさらに混戦になってくるでしょうし、逆に町田が勝つとちょっとこう抜けていくのかなという感じがします。そして町田の方は、この8月に入りまして、この後この岩田のあと、次が清水、その後山形と続いていく、非常に大事な、えー、月ということになりますというところで、この、えー、町田と岩田、楽しみにしていただきたいと思います。ということで、えー、今回の平畑フットボールクラブは以上でございます失礼いたします。 皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。